さあやー、なに？ちょっとこっち来てくれる？うん。なんか撮るの？ん？かわいい、なんかこれ何？これね、カレンダー作ったの、これえ、パパが？パパっていうかね、これはね、ファムっていうアプリを使って作ってもらったの。あ、サンタクロースかわいい。かわいいよね。このサンタクロース気に入ってたから、ね、あ、あ、キッザニア。そうそうそう、キッザニアのね、ダーン。ぬいぐるみに囲まれて寝てる。ね、寝ちゃった。これね、ファムっていうアプリに写真をアップしておくと、毎月ね、無料でね、カレンダーを作って送ってくれるの。へぇ、ね、じゃあちょっとね、やってみようか。うん。じゃあ、このね、アプリをインストールしてあるので。もしなんだ。うん、これじゃあちょっと立ち上げてみるよ。うん。なんかいいね、綺麗。綺麗だね。あ、ね、これでほら、毎月1枚無料って書いてある。え、1枚？うん、毎月1枚カレンダーをね、作ってくれる。ふーん。で、始める。とりあえず、まあ、一人で始めるでしょうか。一人で始める。まあ、パートナー招待する人は、こっからパートナーを招待するだね。まあ、とりあえず今回はスキップで。子供を登録、名前はさーや。で、あと誕生日だね。3月2009年3月25。これで登録でいいのかな。で、写真カメラのアクセス設定、これは次だね。これ OK。 これでいいのかな。これでもう始めるかな。始める。これフォトカレンダーが無料でもらえる。写真を4枚追加、音だけ先を登録。まずは写真を追加って。で、押してみようか。お、あ、今日撮ったやつだ。これいつの間にか。今日撮った。これさやがなんかやってたね。そう。じゃあどれにしようか。じゃあ やらせて、うん、はい、ここキッザニアだね。キッザニア行った時見てみよう、ね、こうやって長押しすると大きくなるんだね。あ、そうやってできるんだ、スワイプでね。うんうん。あ、動画。あ、そういえば動画も3分以内だったらね、アップできるんだって。あ、パールだ。ね、怖い、赤ちゃんが倒れて。ね、どれがいいかな、パール。あ、どれにしようかな、かわいいしようか。パールね、もう16歳だよ。あ、今年だ。今年の6月で16歳。もうおじいちゃんだ。おじいちゃんだね。だいぶ顔が真っ白になってきたよ。でもめっちゃかわいいんだ。かわいいよね。ピカチュウ。ピカチュウ。これ YouTube 行った時だね。ここにあったー、捕まえた。それさあ、自分が入ってる方がいい。次映るかな、うん、これにする。うん、うん、決定されてる。あとこれ、それ、うん、ね、よし、じゃあやっていこうか。うん、 OK。だからこれでアップロードかな。アップロード。はい、え、もうアップロードされてんのか。早いね、いつの間にか終わってた。ね、どんなのになったので。ここで写真を変えられるんだ。まず表面どれにしようか。ここにね、さっきアップしたやつが出てきたね。だから、ここはじゃあパール。うん、パールパールパール。で、これで保存でいいのかな。場所考えた。うん。お、変わった。で、この丸のとこはどれにしようか。サイヤがやる、うん、押す。どれがいい？サイヤが押す。はい。これ。それにする？うん。これ位置とかは変えられるのかな？あ、ちょっと変えられるね。OK？ うん。OK だったらこの保存だね。保存。これ？うん。おお、で、あと下も描く。この下、パパの顔が緊張してるな、なんかすげえ。やだな。いいじゃん、まあ、いっか。サーヤのカレンダー。で、これでここにさ、ちゃんと
あのサーヤ8歳0ヶ月って出てるんだよ。8歳じゃないさ。だって3月で8歳じゃん。うん、そうそう。そう、8歳0ヶ月ってちゃんと出てるんだよね。そしたら配送先を登録する。じゃあこれで今1件目とりあえず登録できたんだけど、この最初の時だけ3件まで無料で配送できるんだって。ジージのとことか送ったら飾ってくれるかもしれないよね。とりあえず今回はまあこれ保存しとこうか。これでほら、初回の注文はなんと3枚まで無料です。両方のおじいちゃんのお家に送ってもいいかもね。毎月送ってもらうこともできて、その場合は送料が150円だけかかるんだね。作ってくれるのはタダで、送料が150円かかるって感じだね。これでこうやって残ってるから、例えばもう全部携帯とかさ変えるときに全部アップしとけば、ここに全部残ってるから、そういう使い方もいいかもね。またね、カレンダーが届くと思うから、ちょっと楽しみだね。楽しみ。サーヤが選んだやつどうだろうね、どんな感じかな。どんな感じかな、ファイね。で、今回はファムっていうアプリを使って写真をアップして、カレンダーを作ってみました。はい。概要欄にリンクを貼っておくので、よかったら使ってみてください。はい。それじゃあごきげんよう、また見てね。Thank you.